中国では今日から東シナ海での漁が解禁されますが、地元政府は漁師らに日本の尖閣諸島周辺には行かないよう指示しました。見てください、こちらの港、この漁に向けて準備をする漁船、ものすごい数集まっています。台湾海峡に面する福建省のこの港からは、漁の解禁に合わせておよそ1000隻の漁船が東シナ海に向かいます。解禁にあたり地元政府は、尖閣諸島周辺や敏感な海域での操業を禁じると指示し、漁船の監視を行います。2016年には漁の解禁とともに数百隻の中国漁船が尖閣諸島周辺に押し寄せ、緊張が高まりましたが、日中国交正常化50周年を来月に控える中、中国としてはさらなる関係悪化を避ける狙いがありそうです。